11月のアメリカ大統領選挙に向け、民主党候補のハリス副大統領と、共和党候補のトランプ前大統領による初めてのテレビ討論会が10日開かれました。討論会を受けマーケットにも影響が出ています 両候補は ABC テレビ主催の討論会に登壇し経済や移民などの政策について激しい応酬を繰り広げました。全体としてはハリス氏が主導権を握る展開で CNN テレビが実施した緊急世論調査によりますと63%がハリス氏を勝者と回答しました討論会を受けトランプ氏が率いる新興メディア企業の株価が10.5%急落した一方ハリス氏が推進するクリーンエネルギー関連の企業の株価が上昇しています